私ね、やっぱり一歩引いたらまた引くっていうことで、今回謝罪しましたよね。で、じゃあ韓国は喜んでるかというと、まあ一応韓国の大統領はああいう歓迎みたいなことを言ってますけれども、これまた大統領変わって、そして韓国はですね、今度何言ってくるかというと、天皇陛下が謝罪しろと。もうこれが彼らの目的ですから。と、天皇陛下に謝罪させろと。で、そのことについて去年、小沢幹事長が、韓国に行った時に、天皇陛下のですね、訪韓というものについても前向きな発言をされて勝手に帰ってきた。で、私はですね、この天皇陛下の訪韓というのは、やっぱりいくつか大きな条件があると思うんです。それはですね、私一番気になるのは、韓国の新聞メディアがですね、日本の天皇のことを日王と書くということなんですよ。日王ですよ。王っていうのは王様の王です。日王と書くんですね。日王と。いうふうに書くと、なぜ言ってないかというとですね、これは完全に、まあ、海秩序ってわかりますよね。中国を中心とした秩序に朝鮮は入ってますので、一番偉いのは皇帝なんですね。皇帝。そして皇帝のもとに王がいるわけですね。で、王のもとに皇がいるわけです。で、これが中国の秩序なんです。だから朝鮮は朝鮮王なんです。だから皇帝は中国一つ、中国皇帝だけなんです。そこに天皇がいるということは、皇がいるということは認められないというので、必ず日王と言ってきたわけです。だからとんでもないことだと。この日王と言ってる間はですね、絶対に天皇の訪韓はないということを。そうでなきゃ、日本は中国の秩序に入るということを示す。聖徳太子以来、そんな秩序に我々は入ったことない。それが日本の国是であるですね、日本の生き方なんです。だから安易にですね、天皇の訪韓などをですね持ち出してはならないと思うんですね、私は。まあ今後やはり、この2つの国に対しての対応というのは、何か民主党政権はアジアというとこの2つの国しか目に入らないようですけども、山のようにインドも東南アジアもあるわけだから、この2つの国はまあほっといてですね、とにかくいろんなことを言われても、あ、そうでございますかということでもう終わりと、それはですね、あなたの言い分は聞いたというふうにもうやる賢さが日本の政府に必要だと、またそういうことを言える見識が私は日本の政治家に必要だとこう思います。まあ、そういった中で、そういったということを言うためにはですね、本当に歴史事実を知識としてしっかり政治家が持ってなきゃならないんです。なければですね、勇気が湧かないの、ね、知らないと勇気湧かないの、空元気になっちゃう。だから知ってなきゃいけない。私は、まあ、この中にもですね、政治家を志望されている方、これからなろうという人もいらっしゃると、また今後ともいると思うんです。まあ、こういった機会にですね、ぜひ私は提案したいのは、まあ、これから統一地方選挙や、また衆議院選挙はあります。まあ、一気にそこまでいかないにしても、ぜひですね、ここにいらっしゃる、勝先生や、また玉上先生や、また党を超えてですね、創生に日本の、下村さんやいろんな方々、そしてまた桜井さんもいらっしゃるし、上田埼玉県の知事も今日はおいでいただいてますけれども、ぜひですね、みんなでね、ちょっと力を合わせて、少しそういう、なんていうかな、これから地方議員になる人とか国会議員になるような人たち、若い人たちをね、ちゃんとした歴史観、国家観の知識をつけられるような、やっぱりスクール、学校をね、やっぱり作って、みんなで力を合わせて、そういう知識をどんどん上手な形でやっぱり持ってもらう。こう言われたらああ言うと、こういうことをね、ちゃんとやっぱりできるようにする。私も杉並区以外の中で教科書の採択が行われて、いろんなことあったもういろんなやつが言われたことありますけれども、その時にやっぱり一番聞いたのは、そのやっぱりマッカーサーの言葉だったわけです。で、これもね、マッカーサーが後で戦後、日本の戦争は自衛のための戦争だったと、こういう発言を証言したということの知識はあったけれども、これをね、英語で覚えてたの。英語でそのままその文章Their purpose, their there っていうのは日本人ですよ。 Their purpose, therefore, in going to war, was largely dictated by security と、こう言ったんです。
私はこういう言葉が残ってますよって食い替えで、わーわーわーこの傍聴席から騒いで嘘つけとか言ってる間に、あのマッカーサーって敵の大将ですがね、日本の戦争は自衛戦争で証言してるんだと。でそれをね英語でこう言ってたっていうことをそのまま言った。ただから分からないからシーンとなっちゃった。私ね知識の力っていうのは大きいと思う。だからねちょっと覚えておいた方がいい。そうすると相手ねガクッとしちゃうと、そんなことまで知ってるまで。これは大事なことですよ。みんなそこがないからね引いていっちゃうの一歩一歩。だからそういうことをやはりきちっと教えてくれる場所日本ないでしょ。学校はみんな日教組やってんだからありえないんだよ。だからそういうやっぱりまともな歴史の学校をねやっぱり作らなきゃいけない。我々日本人をねこれからやらなきゃいけないことは子供たち子孫たちのために、彼らが卑屈や大敗に流れないようにね歴史の回復をすべきだとこう思います。